ボートレース大村の花見さん、こんにちは。マンスリーボートの日村です。大村モーターボート誕生祭、第3日目ですね。今日も11レースの12月11日11レースの予想をしたいと思います。まあ今節はですね、A1 と A2 の同数斡旋の G2 戦なんですが、まあ、実績もモーター引いた選手が順当に勝ち上がってきている、まあ、瓜生選手であるとか坪井選手ですね。特に瓜生選手がやはり節一の感じですかね。この11レースのメンバーなんですが、ここで実績モーターといえば2号艇の篠崎選手、3号艇の池永選手、そして4号艇、6号艇というところが輸出実績のあるモーターですね。で、面白いことにですね、寺田選手と佐久間選手、昨日の1レースで対戦してますね。1回返しです。で、丸岡選手と畑選手も10レースで対戦して、で、勝ったのは寺田選手と池永選手、丸岡選手ですね。で、今日はその枠番がですね、寺田選手は昨日が2号艇で、佐久間選手が1号艇、そして寺田選手がまくり勝ちですね。で、丸岡選手と畑選手は1号艇2号艇で丸岡選手のイン逃げという、まあ、力関係から言えば丸岡選手、寺田選手が佐久間畑選手よりも強いという形になりますね。まあ、したがってこのレースはですね、1号艇から4号艇までで、決着がつくというのが、まあ、順当な見方だと思います。まあ、簡単にコメントを紹介したいんですが、寺田選手は足の状態はまだ分かりませんという、昨日攻めたんですけども、道中ちょっとこう前に詰められる、後ろが詰められる感じで、まだまだかなという感じですね。2号艇が篠崎選手、昨日のドリーム戦は6号艇、まあそれほど展開的にですね、いいとこはなかったんですが、まあ調整して、方向性はつかめた。まあ松本さんの取材によると、プロペラだけやってるみたいですね。本体までやらなくていいということらしいです。3号艇は池永選手、エンジン勝率考えたらもっと出そうです。まあ、初日より良くなってる、まあ、実績のあるモーターなんで、スタートも決まってます。で、何よりも池田選手は攻撃型の選手ということで、このまくりっていうのも考えたいですね。4号艇が丸岡選手、このシリーズが終わったらフライング休みに入りますが、モーターは、少し良くなった程度かなという。しかしレースを見てるとですね、かなりターンのかかりっていうんですか、サイドのかかりっていうんですが、向きも非常にいいんで、丸岡選手得意のですね、攻めるレースができそうですね。で、5号艇が佐久間選手、お越しが気になるという、まあ、挑戦の余地があるって言うんですが、スタートがやっぱり慎重です。しかし、昨日も一旦戦えた位置から追い上げてですね、着順を上げるという、ターン周りを関して言えば、佐久間選手はかなりいい評価だと思います。で、6号艇が畑選手、スリットで追いつかれる感じがあった道中も怪しかったと。まあ、着順から言えば、3着、6着、4着という、まあ、厳しい状況ですね。外から攻めていくには、やや厳しい、船足が足らないかなというところです。まあ、コース取りなん展開なんですが、コース取りに関しては、1号艇から6号艇まで、これ枠内ですね。で、6号艇は、スリットに行く、追いつかれる感じ、まあ、スタート、センター取れない、佐久間選手はスタートが決まってない、まあ、5号艇、6号艇のプレッシャーがなければないということは、1、2、3の4までですね。そして、丸岡選手はこの後フライング休み控えているので、きついスタートはいけませんという、こうなればうち3艇の主導権争いという形になります。まあ、寺田選手が逃げ切るか、ただ本人はあまり出てる印象はないという、まあ、レースでも力強さはないですね。篠田選手はインは強いんですが、2コースになると評価がやや下がるという、まあ、どうしても差しになるでしょうね。その上を、池田選手がスタートを決めて、まくっていく、まあ、このまくりが決まるシーンは十分あると、ね、インが逃げるかまくっていくか、このまあ両方の、ね、競り合いということは、まあ、あまり考えなくていいと思います。寺田選手ってのは来ればですね、素直に引くタイプなんで、これをまくっていけば4が来て5が来る、3流しの5とかこの穴ですね、これは十分あると思います。まあ、2日目はインが前半の方は決まらなかったんですが、まあ、番組がそういう形ですね。3日目は比較的うちの方にまあ、スタート行く選手もいるんですけども、まあ、レースによってやっぱ A2 が1号艇にいるときはかなりやっぱ負けてます。ここは寺田選手が A1 ということなんで、一応主導権を握るんですが、ぜひ池永選手のですね、スピード戦、まくり勝ちっていうのを想定してください。その時4号艇、5号艇を持ってくるということでしょうね。